回お見せするのは沐浴方法の一例になります。さまざまな方法がありますので行いやすい方法でしてみてください。では実際に沐浴をしていきます。沐浴をするときは赤ちゃんに声かけをしながら行いましょう。では服を脱がせていきます。服脱ぐよ。服を脱がせるときには腕や関節を引っ張らないように注意しましょう。服が脱げたら続いておむつを脱がせていきます。続いて赤ちゃんに沐浴布をかけます。沐浴布をかけると落ち着くことが多いです。では脱いだ着替え一式はバスタオルの外に出しておきましょう。では抱き上げ方ですが、首とお尻を支えて抱き上げましょう。このように抱き上げてください。沐浴布をかけた状態で赤ちゃんをベビーバスに移動します。お風呂入るよ。では足からゆっくりとお湯の中に入れます。少し赤ちゃんにお湯をかけましょう。気持ちいいね。では落ち着いたらガーゼをお湯につけてまずは顔を拭いていきます。かけ湯用に取っておいた洗面器にガーゼをつけてから拭き始めましょう。では目尻の拭き方が分かるように少し寄ります。では目頭から目尻に向かってまず拭いていきます。拭けたらガーゼの面を変えてもう片方の目を拭いていきます。目が拭けたら次は顔を拭いていきます。顔を拭く際は3の字か S の字で顔を拭いていきます。顔が拭けたら続いて耳も洗いましょう。では続いて頭を洗っていきます。頭にお湯をかけます。では続いてベビーソープを手に取り頭を優しく洗っていきます。洗えたらお湯をかけてしっかりと洗い流します。続いて首を洗います。皮膚が密着しているところは垢がたまりやすいので丁寧に洗ってあげましょう。洗えたらお湯で泡を流してあげましょう。
沐浴布を半分にずらし、脇、腕、手の順番で洗います。脇は密着しているので、しっかり丁寧に洗ってあげましょう。手の中にもゴミがたまりやすいので、しっかりと手を開いて洗いましょう。洗いたらお湯で泡を落とします。反対側も同じ、脇、腕、手の順番で洗います。手が洗えたら続いて胸、お腹を洗っていきます。撫でるように優しく洗ってあげましょう。洗えたらお湯で泡を落としましょう。では続いて足を洗っていきます。ベビーソープを手に取り、足もお湯の中で洗います。足も付け根から先に向かって洗ってあげます。反対側も同じように洗います。足が洗えたら次は背中を洗います。まずは沐浴布を外し、片方の手で赤ちゃんの脇の下を抱え、赤ちゃんを下に向けます。この時赤ちゃんの片方の手を腕に置いて、赤ちゃんが滑って落ちないように気をつけましょう。では続いて背中、お尻を洗います。洗えたらお湯をかけて泡を流します。首を支えて赤ちゃんの体勢を元に戻しましょう。戻ったら最後におしもを洗います。ベビーソープを手に取り、お湯の中で洗います。男の子は皮膚が重なっているところは丁寧に洗ってあげましょう。女の子の場合は前から後ろに向かって洗いましょう。ではお風呂から上がります。お風呂から上がるよ。では上がる際は掛け湯をして上がりましょう。なお沐浴剤を使用した時には掛け湯は不要です。では掛け湯ができたら、首、お尻をしっかりと支えて上がりましょう。赤ちゃんは振らないようにして、そのままバスタオルまで移動させてあげてください。バスタオルに移動させてあげたら、タオルでくるんでしっかりと水分を拭き取りましょう。この時に赤ちゃんの肌は弱いので、ゴシゴシとは拭かず押さえて拭くようにしましょう。この時にも赤ちゃんへの声かけができるといいですね。気持ちよかったね。水分がしっかりと取れたら、バスタオルを取り、準備しておいた着替えの上に寝かせてあげましょう。ではまずは用意しておいたおむつをつけます。テープを留めるときには、テープが真ん中に来るように留めてあげます。このとき漏れないようにギャザーはしっかりと出して留めましょう。
また腹式呼吸を妨げないように指は2本入るくらいの余裕を持たせましょう。またおへそがジクジクとしているときには、このときにおへその消毒もできるといいですね。おむつが履けたら続いて服を着ていきましょう。ではまず向かい袖で腕から着せてあげます。この時にも服を着る時と同じように、腕や足を引っ張らないように注意をしましょう。順番としては肌着、上着の順番で着せてあげてください。服が着れたらブラシで髪を整えてあげましょう。続いて耳、鼻の掃除をします。赤ちゃんが動かないようにしっかりと支え、耳と鼻の入り口の掃除をします。綿棒が深く入りすぎないように、傷つかないように注意しましょう。沐浴の後はしっかりと母乳やミルクをあげましょう。お困りごとやご不明な点などについて、津山市役所健康増進課までお気軽にご相談ください。